元、キンプリ、平野仕様の消えたブログが意味深。できないと言われたら、元、キンプリ、メンバーであり、ジャニーズ事務所を退所した平野仕様のブログが一部スポーツ紙によって報道され、ファンの間で注目を集めています。平野の脱退に伴うブログの更新には、彼のファンにとって重要なメッセージが含まれていたはずでした。 しかしながら、その中には一部が削除されたとの報道があり、その意味についてファンたちの間で議論が巻き起こっています。平野市要はジャニーズアイドルグループ、キング、リンチェプリンス、メンバーとして知られその人気は国内外で高まっていましたた。しかし、5月22日に彼がジャニーズ事務所を退除したことは多くのファンにとって驚きでした。 平野は、その後、ブログを更新し、その内容は、通常有料で閲覧できるもので、ファンだけが知ることができる情報でした。しかし、このブログの一部が、スポーツ紙によって報道されたことで、その内容が広まりました。報道によれば、ブログには、ジャニーさんごめんねー。目標届かなかった。またどこかで会えたらいいね。またね、ティアラ、ファンの総称。 といったファンへのメッセージが含まれていました。これは平野がファンへの感謝の気持ちを表現したものであり、彼の脱退に対する心境を伺わせるものでした。しかし、特に注目されたのは、できないと言われたら仕方ない。という数踏みでした。この数踏みは、元ジャニーズ事務所の社長であるジャニー北川氏に謝罪しつつ、何かを諦めざるを得なかったことを示唆するものでした。 このカズフミが報道されなかったことがファンたちの中で議論の敵となりました。このカズフミについてのスクリーンショットが23日にかけてソーシャルメディア上で拡散され、ファンたちはその意味について考え始めました。なぜこのカズフミが報道されなかったのか、それは平野自身の意向なのか、それとも事務所の圧力が影響しているのか、といった疑問が浮かび上がりました。 さらに驚くべきことに、23日の朝にはジャニーズ公式サイトから平野しようともう一人の元メンバーである神宮寺ゆうたの存在が完全に削除されたという報道がありました。平野はジャニーズ事務所を退除したものの、岸ゆうたという別のメンバーのアーティストページは残されたままでした。 この出来事に対してもファンたちの疑念が高まり、その背後に何があるのかについてさらなる調査が行われています。この出来事について芸能記者は23日になった途端にブログもろとも消えたようですね。平野さんのファンは海外進出を目論んだものの事務所とうまく折り合わなかったのではと考えているようです。SNS ではファンから、そりゃムカつくよね。 本当素晴らしい人材を失ったよね。できないって言われたんだ、ね。やっと分かったよ、といった声が漏れています。と述べています。このような状況下で、平野使用の脱退退場と、ジャニー北川氏の性的スキャンダル問題の取り沙汰が重なり、ジャニーズタレントが海外進出することが難しくなったとの指摘もあります。性的スキャンダルに関連した問題は、 海外で特に大きな懸念事項となっており、それがジャニーズタレントにも影響を及ぼす可能性があると指摘されています。したがって、平野紫耀が事務所を出たことは、結果的には正しい選択であったとの意見も存在します。彼がジャニーズ事務所を退所した背後には、様々な要因が影響している可能性があり、その真相は明らかになるべきです。 元、キンプリのメンバーである平野紫耀がジャニーズ事務所を退所し、その後のブロック更新について一部が報道されたことから、彼のファンたちの間で様々な議論が巻き起こっています。特に彼のブロックから削除された一部分については、その意味がファンたちの関心を集めています。また、ジャニーズ公式サイトからの平野紫耀の存在削除によって、 彼の退所についてさらなる疑念が持たれています。その一方で、ジャニーズ事務所を出たことが、海外進出を目指す平野にとっては正しい選択だったとの意見もあります。現在、平野仕様の今後については多くのファンが気にしており、彼のこれからの活動に注目が集まっています。彼の決断に影響を与えた背景については、 今後の調査がさらに進展することが期待されます。